言わない。そんなことよりぶっ飛ばすよ。GP とチャンネル始まりました。ショウです。レイです。レイです。もう私たちいいおじさんじゃないですか。まだおじさんって思いたくない。いや思ってないよ。思ってないけど、そのおじさんとチェック、若い子の中でこう流行ってる言葉とか流してください。僕一番最年少なんで。最年少僕です。僕最年少として僕です。やっぱみんなのおじさんをねチェックしていきたいと思います。最近の子たちは Z 世代なんだっけな。アルファ Z アルファ Z かアルファポケモンなのかなみたいな感じのXY みたいな。そう全然聞いたことない。言うらしいんですよ。僕もギリギリ Z 世代らしいです。え、レンさんいくつでしょ。29、今年30。なんか地雷踏んだみたいだったんだけど。2個上ってことな。年下一番最年少だから令和1年生まれ。何歳っすか今。何歳よ。2歳、2歳ぐらいよ。令和生まれです。1990年からベビーブーマー。なんだベビーブーマーって。なんかいろんな言葉が出てきたんでちょっとよくわかんない、発案させていただきますね。はい、はい、Z 世代が選ぶ使った流行った言葉1位から10位当ててください。帰れまてんです。これ揚げぽよとか。揚げぽよは入ってません。古いんだ。恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい。最年少なんですけどとか言って初っ端から外したんだけど。何残念。揚げぽよ入ってないんだ。入ってない。分かった分かった分かった。はい、あの草5位。おお、草は5位ですね。草で5位。これ何？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  TT 入ってません。待って、やばくない？マジマジで違う、 TT じゃない、ピエンでしょ。ああー、そうか、翔さんこうじゃないです。こうっす。こうでしょ。翔さん今こうなってません。違う。ピエンは7位。7か。7位ですね。ピエンってきたらキュン、キュンじゃん。ああ、キュンは入ってません。入ってないの。はい、全然わかんない。入ってないの、キュン入ってない。1位狙いに行きます、やっぱり1位狙いたい。じゃあ2位言いますね。はい、2位はそれな。ああ、2位はそれな。ピンときてないおじさんたち。それなってきたらあーねとかじゃないの。あーね、入ってません。やば。8、9が同率なやつ、うんうん、は、超チルなラッパー。何？あー、なんか TikTok で見たことあるかも。超チルなラッパーと、ひよってるやついる？あー、あー、リベンジャーズ？リベンジャーズ？リベンジャーズ？8、9、ひよってるやついる？いねえよなってやつでしょ。そう、それしか知らんわ。使ったことね。え、待って、これって日常的に使う言葉ってこと？多分。え、若い子たち。そんな感じ。すげえ煽るじゃん。怖いよ。怖いですよ。怖いよ。Z 世代怖いよ。全然わかんない。超チルなラッパー、普段の生活使えます。いや、翔さん、超チルなラッパーとか言うの？いや、チルとか意味がわかんないもんだって。チルはわかるけど。これがおじさんですね、多分。チルイとかってことっすよね。あ、映える。入ってません。自分たちがピンって思いつくものってちょっと昔なんですね、きっと。そうだね。ヒント、ヒント。1位の言葉は、僕結構 YouTube とかで見ますね。でも、あ、丸山レイ、わかります？はいはいはい。丸山レイが結構使ってる。丸山レイ見るんだけど。丸山レイが結構使うやつですね。あれですよね、大阪の屋台の、お姉ちゃんとかの YouTube の人ですよね。でも大阪の屋台のお姉ちゃんのやつじゃなくて、美術部長のあの井上千秋のキャラクターに。探す。井上千秋ニッチなところで、これを多分見た人は普段から多分使ったり、なんかね、ちょっとあのこう返す、返し、何か、返し、何か言われた時の返し、何か言われた返し。けど、それなは違うんですもんね。それなは2位。
それ生に、それじゃない、なんかみたいな、揚げとか、揚げ使わんでしょ。揚げ、何、今日ご飯食べた、揚げ違う、追い上げじゃないっしょ。揚げ食ったんだよね、の方の揚げじゃなくて、テンション揚げの方の揚げかなと思ったの。何、例えば、どういう会話を流れできます？でも、あ、な、わかんない、こうやってやってたよ。どういう会話の流れ、え、なんか唐突、何にでも使えること、何にでも使える。適当に変え、なんか、あ、そうね、みたいな感じのノリで返すような言葉ってことですか？うん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 、だーとか、だは青森。だは方言だな。そっか。わかるとか。わかる。わかるじゃないですか。なんか違う。あ、どっちかって言ったらなんかとぼけるみたいな感じ。はにゃ。あ、来た。はにゃです。え、1位が。1位はにゃ。1位はにゃ。はにゃでした。え、はにゃって使うの？はにゃですか。本当に使うの、会話の流れで、うん、流行った言葉。学校でもはにゃはいろんな場面で活躍してくれてたので納得の1位ですって書いてあります。納得されてます。え、言われたことありますよ、はにゃって。ある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 。どういうタイミングで来るの？もう唐突、唐突で来るの、はにゃって。疑問系とかじゃなくて、でも唐突で、はにゃって言われる、もうなんだお前って思う。そう、そう、そう、絶対そう思っちゃう。なんだお前ってなる。ふざけてんのってなっちゃう。やばい、この感覚がおじさんってことだ、きっと。じゃあそうだね、はにゃでした。じゃあ、はにゃって言われたら、はにゃって返せばいいの？何ですか、はにゃ合戦。わからない、わからん、使ったらいいんじゃないですか。でも唐突にやってくるんですもんね、はにゃは。どうやって備えたらいいの？備えれない。はにゃは備えれない。だから今日は翔さん家帰ってただいまってこう帰るじゃないですか。奥さんにこうなんか言われる、はにゃって返してください。はって言われる。多分ですね、はって言われると思う。そしたらまたはにゃって返して。そっか、そっか。これが多分使い方。あー、なるほどね、なるほどね。ちょっと納得、今もね、こうやって使う。なんか言われてもはにゃって返して、それに対してまたはってきてもはにゃって返したら、もうね、もうわけわかんないからのが多分使い方合ってる。あー、イエスともノーとも言わず、そう、まあ、はにゃ、まあ、便利な言葉なのかもしれない。ただイラってする。イラってするよ。あとは3位、4位、6位、10位が、え、待って、1位ではにゃ来ちゃったらもうわからないよ。1位がわからんもん。はにゃ、それな、それな。3位、3位、3位のヒント欲しいです。え、3位はパキンって感じみたいな。なんかもうなんか AT フィールド全開、なんか気まずい状況で使う、気まずい状況の時、気まずい状況、その場をとりあえず脱却したいみたいな。そうそう、もうめっちゃもうなんか空気ちょっと固まっちゃって、もう気まずい気まずいって時に使う。HK って話変えるみたいな。変わるけど。手紙のやつやん、それ。そっか。でも分かんないよ。分かんないか。そんな気まずい状態でシャキーンなんてするんですか？いや、それもうこれ見たことある。マジでやってるの見たことある。見たことある、見たことある。で笑っちゃった、めっちゃ。結構勇気が必要な。いや、もうそれはもう最強の武器だと、もうこれやられたら結構笑っちゃう。みんな知ってると思いますか、僕とか。いや、ちょっと知らないかも。知らない、この感じ知らないか。気まずい、気まずいっていうワードで出てこないから多分知らないかも。連さん、やっぱりこうトレンドに敏感、うん、だから知ってるのかなってちょっと今思う。でも令和生まれですからね。2歳全然気まずい状況でも言葉を発さないよ、僕は。そうだよ、とりあえず早く終われ、早く終われって心から念じてる。正解は、気まぜと。何それ。何だよそれ。何それ、 Z 世代の Z ってこと。気まずい、気まずい、気まずい、言わない。ええー、気ま
ませんと。そんなことよりぶっ飛ばすよ。だからこれが若者とおじさんの違いだ。気まぜおじさん。ウェブでこちらが見つかりました。なんかシリが色混ぜ方調べてるんですけど、急に色の混ぜ方調べてる。ちょっとケント君の前でやってみよう。今度そうだ、やってみましょう。多分グーパンチ飛んでくるね。はにゃ順番にハニャってハニャって言って、えってなったらみんなで決まぜ決まったぜやろう。ちょっとそれ取りたいですよね。ケントさんに秘密で。今のが3位。今のが3位、はい、じゃあもう全部言いますね、はい、4位汗汗って言うの言うんだと思います。今日暑いね、汗汗みたいなうわ、キマゼット、汗汗みたいな、そういう感じじゃないの。もうすごいですね、おじさん言葉を覚えたらすぐ使うもう組み合わせませんでしたからね、今びっくりした、はい、次で、まあ5位が草、はい、草、はい、草で、6位がなんとかしか勝たん。あうん、推ししか勝たんっていうやつだ。で、7位がピエン、はい、うん、で、8位、長中のラッパー、9位、ひよってるやついる。で、10位がレッドイットビー。え、なに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 ちょっと存じ上げない。レッドイットビー何、なんかね、気持ちいい時にレッドイットビーみたいなえ、その時は気まずいとじゃないやつ汗汗じゃないのGP とチャンネルでは元女子の日常と治療情報を配信しております。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。汗汗。